皆さんこんにちは、シェーズボイスです。本日も始まります。本日も歌をうまくするっていう方法についてやってみたいと思うんですけども、皆さんはいろんな方の上手な歌うま動画とかいっぱい最近は見られてると思うんですが、歌が本当にそもそも上手な方、上手だなとか上手じゃないなとかわかんないですけど、そう見ていいねとかポチッとか押したりしてるかもしれませんけども、皆さんの歌を変化させるためにはそれがどうしてうまいのかということについて分析する必要性があるんですね。で、私のレッスンはそれをすごく細かくした状態の流れと、またその全体の流れにしていくその流れっていうのは大体同じ感じなんですね。ただ短いというか細かい世界を広げてみない と、その大きな流れっていうのは結構変化しないんです。で、それが生活の中で例えばどういうことに気づいてるか、例えばどういうことに気づいていないかっていうことがすごく多くあります。なので歌を歌うとその人の人生観というか、その人の生活というか、その人のその生き様みたいなものが出ちゃうんですね。で、生き様っていうとちょっとこんなかっこいい世界みたいに見えるけど、私たちの生活で生活していることの細かいこと自体がその生活というか人生になるわけで、自分たちの人生がどういう人生なのかということを把握する上では歌を歌うということを確認するというのはすごい大事なことです。言語なんかを話している時も、自分でこう喋っている、もう喋れていると思っている、こうコミュニケーション取れていると思っている言語を発音していることにかなり分からなくなっていることがたくさんあるんですね。こういたとか、なんかいたとかこういうふうになるのは、まあ、いたって言ってしまうけど、でもこのスピードで私たちが本当に自分の気持ちとか自分の考えとかを把握しているかどうか、また把握するかどうかっていうか、その私たちが生活している上で発音することをこう並んでいるのが歌なので、歌を歌うっていうこと自体が結構こう切り取ったり縮小したりとかと限られたもの、全部を拾うわけじゃないんで、そこからどう抜粋するかっていうことになってきます。なるとその方々の抜粋する能力というか、その抜粋している姿が見えるわけです。で、そもそも歌っていうのはその難しいことっていうか、難しくないエネルギーを使いたいので、なんか割と簡単に楽にできる方法を使うんですね。ただ簡単に楽ちんにやっていっては、何度やっても面白くなくなっていってしまう。だからこの把握をスコアすることがとても効果的なんで、歌手になりたいという方はもちろん必見ですけれども、そうじゃない皆様、別に歌手なんか関係ないよという方でも自分の人生観変わりますので、ぜひとも皆さんこうやってみましょう。でですね、発音ってなるとさ、日本語のが結構難しいのよ。だから日本語の発音って、なんかな、あいうえおってなったら、その一個ずつの音のサイズ感が大きくて、で私たち例えば英語をね喋るときに、マクドナルドってしちゃうわけよね、とかオードリー・ヘップバーンってしちゃうわけ、日本人って。でこれ音節って言うんですけど、マクドナルドとか、オードリー・ヘップバーンとか、なんかそのチヨコレートってこう日本人がする、いわゆるこのカタカナ英語みたいなやつの音節と、その本当に耳から入ってくる音っていうのが結構違うのよ。でここを確認しないっていうのがすごいあるんで、ぜひとも自分で喋ってることを確認するときに、カタカナ化しない、カタカナ化しないっていう、カタカナ化していいんだけど、カタカナ化すると なんて言うだろう。例えばあなたの名前は正木美穂です。あなたの名前は中森明子です。だけどパラッと言って正木美穂です。パラッと言って中森明子です。の時にこの音節がどういう風になってるかと、細かく言うと正木美穂です、中森明子です、でも正木美穂です、中森明子ですって言った時に、どこに音節がある、どこを踏んでるのかみたいなやつがあって、正木美穂です、多分正木美穂です1個の中でいけるけど、中森明子です1個の中でいけるけど、正木美穂です中森明子です何を言ってんだその音立てって呼んでるんですけど、その音立て、例えば正木美穂です、中森明子です、これはあいうえおのそのいくつかっていうのに分けて、正木美穂ですって言いました、中森明子ですって言いました。でも言ってる時はなんかお皿に例えばリンゴ2個乗っけたとか3個乗っけたとかみたいな感じに、こう乗せてる台があって、その乗せてる台にの上に乗っけてる感じなんだよね。あともう一つあるのは、呼吸するでしょ私たちって。あとなんかその飲んだり食べたりするじゃない。その時に歌を歌うこの期間っていろんなことがこう複合してるわけよ。例えば息も吸いますね、しかも吐きますね、それからこうなんか食べたりするんで、こう舌関係こうよだれが出たりしますね、唾が飛んだりしますね、また今飛沫時期だからだけど、でそれと、まあ、鼻から吸ったものも通りますね、でこうまた鼻にまた抜けますね、そして喋る声をその声帯の部分で喋りますね。でこう声帯が震えてこう出てきます。そうすると声帯が開いたところで呼吸するからさ、この声帯もう参るよね、この
息吸いながらの閉じながらの歌いながらのだからさ、だからこれあのあとだから喋るってなって声を出すってなった時息も吸うし、なんかご飯も食べるし水も飲むしっていうことがもう全部こうフル機能だから、歌うっていうことはそれらを同時進行でなんかいろんなことするわけよ。いや呼吸するって、例えばブレスコントロールどうしましょうとかあるけど、ブレスをするので、例えばこう歌っててブレス、はいブレスってなっちゃう人いるんだけど、うまいとこでブレスしたりとかするのね。だから いろんなことをいっぺんに考えてないところでやるのよ。ですごく簡単なエネルギーでやるのよ。でこの簡単なエネルギーなんで難しく考えるとできない、ただ簡単にできちゃうので簡単にやるとなんかあんま面白くないっていう、この兼ね合いがもうこの私たちの機能に備わってる。機能のこと言い出したらね、ちょっともうなんか話長くなるんだけど、なのでとりあえず今音立ての話をしましたけど、どうしても日本語だとその言葉に、日本語だけじゃないよね、アルファベットに置き換えた時に あなたのスペルは何ですか なったらそうに言うじゃない。だけどそもそもその音がさ、私たちなんかそのひらがな、まあ、カタカナ、そのそういうふうにしてしまうんで、日本語の歌を歌うときにこう音立てが大きい、あとその喋ってるときと歌うときと音立てを変えなくちゃいけない。でこの音立てを変えなきゃいけないっていうのを確認しないでできるところでやってしまってどうかなっていうところがある。なので私のレッスンの中ではその発音の理由っていうか発音の種類を考える、まあ、例えば、50音だったらその母音のサイズ感、またその重さみたいなこと、もっと言うと全てをこう重さみたいなものに置き換えて、圧みたいなものに置き換えて私たちがどう体感してるかってするときに、歌うときにすごい重たくやることもある、またそうじゃないと思った、あと特にあれなんですけどね、ボリュームが大きいと聞こえるって思ってることが結構あって、まあでもコンサート会場なんか行ってさ、向こうの方がドラムの音がドンドンドンってくるとなんか聞こえて、この体感で聞こえたって感じがあるじゃない。だからボリューム大きい方がまあすごい圧倒はされるんだけど、でも基本的に音には高さがあって、高さの場所があって、ぜひともこの今コロナ禍なのでなかなかコンサート会場とか行くことないと思うんですけども、大音量で聞けるチャンスがある場合はその音量で何かの音をどの部位で感じてるかを確認してほしい。だから特にそうコンサート会場行ったらさ、ドンドーンとかバスドラムとかこの辺とパンパンとか来るのよ。でそうそうするとなんかわーってなってて、その時って本当考えてないけどなんか部位がさ どこらか辺がさこうボンボン来るじゃん、そういうのって。だから大音量のところに行くチャンスがある場合は大音量を体のどの辺の高さで感じてるかっていうのを確認してみると、これやってみるといいのよね。そうすると高さに場所があるのを確認になるんだけど、もういろんなこと言っちゃっててなんかだんだんよくわからなくなってきてくる。その今度その音立てってなった時に音の高さに場所があるとかもういろいろこう複合的にやってる、ね、喉 その複合的なことがいっぺんに出る。でそこでなんか私たちはその考えてない部分でやる、また考えてる部分でやる。なので短い小説にある歌をどういうふうに歌ってるかを分析する、これをもうぜひともね皆さんやってみるといいんですけど、ただこれをやるとですね結構さっきも言いましたけど面倒くさい。でこの面倒くさいし、いつになったらじゃあ一曲歌えんのってなる。でもこれいつになったら一曲歌えんのをやり続ければ大概できる。それで今度さ、なんか細かいところがどう並んでるか分かると、どう並んでるかが分かって、どう並んでるか分かるわけで、そうすると歌ってる時にどこで何をどうしてるかみたいなことがもうこうちょっと把握した状態でできるわけね。これどこまで話したいか歌って分からないわけなので、細かい世界を体感してみましょう。でやってみましょう。ではいつもやってるマライア・ケリーのヒーローをやりたいんですけど、They're the hero と最初歌うんですけど、まずさ They're the hero の TH を日本人すごい難しいの、 They're the hero だから下噛んでさ、ダッ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 って言ったらなんかそうじゃないのよね、なんかザッとかなんかこう順番あるじゃん。でさ They're the hero だけどすごいこうプッとこうで集約プッてしてるよ、確かに。だけどゆっくりやってみたらさ、They're the みたいなことになるじゃん。なんか録音したやつをさこうスローで再生してみるといいかもね。あでも録音機能あるじゃん。でスローで再生するとすごいみたいな。でこれをさ今度巻き戻してみるのさ、するとさ
ローザ、ね、言えないなでこうすると、ね、巻き戻したのってさ、あーいうえおってやつを巻き戻すと、おえいうあじゃないって話したじゃん。うわ、う、あーみたいなことになるのよ。で、そのことの裏側で落ちてる音が結構実はあって、まあ、ネイティブスピーカーだになればなるほど、まあ、ネイティブスピーカーでも人によってはあの密度がこもってあの入ってない人とかいたり、あと問題なのは声が通る通らないってもともとあってさ、あのキーの高さっていうのもあるんだけど、あの高さは決まってるわけじゃん、音程っていうのはね。440Hz がラっていうのは世界的に設定されてて、だからオーケストラで演奏するときにあの、ね、ラが狂ってたら揃わないので、それは決まってる。だけど私たちの声の高さってさ、みんなそのちょっと違うじゃん、ここからここまで出るってやつが。とか質としておはようって喋った時におはようって人もいれば、おはようって人もいて、まあ、そのわざとやってるかどうかはまあちょっと置いといて、でその高さがあるので高さに揃えるっていう段階のところから来るんだけど、まだその声を喋ってる時に使ってるような、微妙な喋ってる時に使っているような小さな音量のすべてをみたいな、分かっているかなみたいな感じそれがさ、歌の中でダンタタタタって大きく移動するんで、もうこれ本当だいたい何言ってるかもさっぱり分からなくなったと思うけど、このことがさ、異常にいろんなことミックスミックスになってるわけよ。でミックスミックスになってるけど、普通に生活するじゃん私たち、その普通に生活できてるじゃん。この普通に生活できてるってやつが確認をするっていう作業をすると、まあ、その人の生き方とかその考え方とかどういうふうに感じるかっていうか、まあもうあのでさえさ自分で分かってないじゃん、私今何がしたいんだろう、私はこの人が好きなのかしらとか、私はこれをどうしてこういいと思ってるのかしらってなると、こと食育問題とかになったらさ、子供たちってさ野菜の味が多分そんな好きじゃない、なんでそんなボーッとって楽しかったそのなんかなんていうのかな、思考でさえさ、そもそも好きとか、なんかお父さんもこれ好きだけど、あの美穂も好きとかっていうものあるんじゃない、はいね、体質が似てて好きっていうのもあるんだけど、後で好きになるもの、例えばこれをこの時食べたくて食べられなかったから好きとか、あとはその子供たちの食育だったら、お野菜の味が好きじゃない子供たちが多いけど、いや好きな子もいるかもしれないけどね、そしたらそのさ、あの自分で芋掘りに行った、自分で取った芋は甘いとか、あのキャンプでカレーを作ったすごく美味しいとか、自分で取ったお米が美味しいとかってなるじゃん。だからその本当に味わうということ時点でもそういう認識がすごい関係あるんだけど、歌を歌う時にさ、そういうのもすごい関係があるわけよ。ですごい関係があるから、正直私のレッスンこう話すごいめちゃくちゃするんでもう混乱の嵐混乱の嵐だけど、細かいことを紐解いてみると、今のだから There the hero っていう前の TH もな、まだこう戻るけどTH、 あの英語の先生が教えてくださるね、海外の方が教えてくださる TH、 向こうの方も当たり前にそれを喋ってるから、だけど日本人が歌うとちょっとなんか違うよそれはってなった時にこう、ね、説明するとその TH、 ただ英語の発音が良くなくてもちゃんと通じる言葉っていうのはあるので、その発音がいいがイコール、歌が上手いではないけど、歌が上手い人って発音が簡単にできる人の方が上手いケースが多くって、でもっと言うと歌が上手い人ってモノマネ上手な人が多いのよ。ね、モノマネ、まあそのモノマネのプロの方たちはそのもっといっぱい研究されたり面白くするとかそういうことも入ってるかもしれないけど、言われたものを言われたままにかで、これ一番得意な人は得意な人オウムとかさインコとかってさ、あ本当にそのまま返せるじゃん、あれすごいよね。なんか なんなら最近さ猫とかでさご飯とかいう猫いるじゃん本当にそう言ってるかっていう話はもう置いといたけどみたいな感じに、その発音をするっていうところにこう今度意識を持ってってもらう。そうするとまず最初の There the hero に全然違うさ、最初の TH で止まるけどさ、 There the hero っていう時の There the hero は There are the hero みたいな感じの、どの辺のところに何がどのくらい入ってるか、例えばだから There って言ったら日本語だったら The are みたいな、The are みたいな3つ3音みたいになっちゃうけど、TH の they are みたいなこととか、体の揺れとかこういうのがあって there になる。だから今度は there the hero だったら、 R が得意じゃないのも同じでさ、 R だから R で下負けって R R とか言うことじゃなくて、リズム的には
R ってこっちの方が強いんでね、お腹が R 日本語ってあんまないじゃん、そういうのって。だからあのなんていうのかな、その腹式呼吸になってないといけないのではなくて、腹式呼吸になってっていうのはどういうことかというと、全然先進まないんだけど腹式呼吸はあのなんていうのかな、そのまあ、演劇の方とかね、歌を歌う方とかアナウンスされる方とかね、そういう方たちがよく声が通るようにするときに腹式にした方がいいわけで、どういうことかというと、ここら辺だけでもさできるんだけど、そうすると最初はいいのよ、最初はそれでも、でもなんかよく聞こえないとか、あとそれを長時間続けると潰すのよ喉で。今なんかあのライバーの方とかね、 YouTuber の方とかでいっぱい喋ってらっしゃる方いて、声にちょっとあの負担がいったりすることがある方は特になんですけど、あの要するにさ、24時間テレビでマラソンするじゃない、あのタレントさんの方とかがさ、さあさ24時間もそのあのあれ何キロ走るの、まあ、人によって長さ違うんだ、それを走るとなったら、まあ、普段走ってらっしゃる方は別だけど、私は例えばその素人が突然走るってなったら、別にそのさ何メーターか歩くとかさ、 なんかは全然何にも支障ないけどさ、例えばじゃこれが24時間歩くとかさ、1週間歩き続けるってなったら、絶対マメできるとか膝痛いとか股関節がやられたとかなるじゃん。ってことは声を出す時 その歌を歌う時 その声を使うことを長時間続ける、もしくはそのましてやその歌ただ歌ってだけだけど伝えるを続けるってことをするときに、一番効率のいい方法が体を通して、体を使って発音するっていうことをすることが一番いいわけ。そうすると、まあ、喉すごい強い人とかいて、だから腹式も使ってさらに喉も使ってデャーって言える人はまたそれもそれだし、あのなんでこの人こんな風に歌が歌えるんだろうか、なんでこんな大きい声が出るんだろうっていう方は、大概その方の持ってる肉体とかこういうものが一個になる状態ですごい効率よく歌われてる。だからその歌うことを考えてやる部分と考えなくてもできる部分とかとミックスになるっていうことがすごい大事なんですね。でそのなかなか本当ゼアザヒーローにこれ先週するけどさ、こんな喋ってて、あのこの何て言うかな、ゼア・ザ・ヒーローに行くまでの間に、もうまずその TH でまず日本人は引っかかり、その音節ってことで「ゼア・ザ・ヒーロー」、これあの日本語だったらその、まあ、アルファベットに置き換えても音節とはまたちょっと違うものになってくるし、まあ、例えばハングルとかああいう言葉になっても言語になった時はその細かくはないじゃない、いくつかいくつかがなってるから、だからその言語になる前の細かいパーツがいくつあるかって書き出してみるといいのよすごく。でドラムの人とかさ、ドラムの記号あるじゃん、譜面、あのドラムの譜面の記号みたいな感じで、まずさあの音こう変えない、高さ変えないで、私の名前は正木美穂ですみたいな感じに一個フラットにさ、タタ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 タって書くわけ。そしたらで、もしかしたらタンタタンタタ、譜面に書くとタンタタンタタンタタンとかだからさ、もうそれで譜面の音の長さで、譜面を読める方はあのまあ当たり前に読んでるかもしれないんだけど、読めない方でも譜面のメカニズムっていうのは、要はこのマークはこんだけの長さ、このマークはこんだけの長さってなってるから、このこんだけの長さじゃないけどこのマークはこんだけの長さってことさえ分かってれば、その数で一番小さい数をこう並べてみるといいわけよ。それただもう何度も言うけど、これをやる作業が皆さん面倒くさいってなっちゃうんだけど、面倒くさいからやってください。であの私のレッスンの中では本当にあのおにぎりの米粒の数数えさせたりするんで、そんなことやって、まあ、食べるよ後でまとめてねあの食べ物だから。だけどあれさ、思ってる以上にさ、あのコンビニのおにぎりの数とかでも2400と2500あるって、2000っていう数字のさ概念って、2000って財布にあるとしたら2000円か2000円ってさ、2000冊2枚じゃん、話がずんずん飛んじゃうけど大丈夫、2000円だけどさ、1000円はさ、じゃあさ一番細かいのがさ何個よ、1円が1000個だよねでみたいな感じで、普段さ時間もそうじゃん、あの60分は1分が60個そうで1分は60秒だから60秒が60個、はい、っていうふうに考えると、全てさその どういう、 こう配列にな、どういうなんかこう比重になってるかってなるじゃん。でそれをやるのよ。でただいっぺんに、何度も言うけどいっぺんにやってるので、いっぺんにやってるのが一番フラットで見えるところから、自分の分かるところからやらないとできないので、もうまずだって
英語の歌詞で始まっちゃったら They are the hero からだからさ、まずはじゃあ They are the hero ってだって They are the hero だけさ書き出してみ、皆さんそう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 ノートをご用意ください。で今ちょっと今そこそこ止めてくださっていいんで止めて書いてみてよ。でにもうひらがなでもカタカナでも何でもいい、もう丸でも四角でも。でザヒーロー、こっち行ったけどこっちかな。でザヒーローでいきます。そしたら今度はでザヒーローなのでなな、ここでさっきの They are the hero だけどタンタタタタ、長さはタンタタタタっていう長さになってるわけよ。そこに They are the hero なので、今発音と発音する最初にあったその音の長さとこの音の場所と音の高さが移動したところにどういうふうにいるか、これもまた書いてみて、一回ストップして書き出してみてください。位置的にはもう何でも分かりやすくていいんですけど、5センチとかじゃなくていいです。まあ、大体この辺に最初で次ザー次ヒーローみたいな感じになると思うんでね。でこれを私はマッピングと呼んでいて、皆さんにやってやってて大騒ぎしてるやつなんですけど、だってさ今この曲の最初の They are the hero でこんなにかかるんだよ。でみんな結構やってないかもしれないけど、歌ってる人は結構 やってるかどうか分かんないけど、そういうところが本当に気をつけられてできる方がやっぱ上手な人だし、そこが丁寧にした方がいいって分かってたり、どういうふうにやったらいいかなってことをまあ考えたりしてる、考えなくてもできる人もいるかもしれないけど、でも多分ねもともとすごいねできてね、すごいなんか全然分かんないけどできるっていう人もいると思うけど、それはそれでいろいろ大変なのよ。だから別に生活していく上で歌下手でも生きていけるから全然そんなことやらなくてもいいんだけど、やるとすごい分かる自分のことが、自分の癖とか習慣におけるそのことが、でまたその言語にこう戻ってもらうと、私はリンゴが好きですってするじゃない。そしたら私はこの私はって時代で私がっていうのと私のっていうのと私で私にもみたいな感じで、この言葉一つで意味変わるじゃない。だから喋ってるからもうその私がさとか言って、あそれ私はじゃないみたいな感じのことあるかもしれないけど、私はなんとかな、私がなんとかなって、この時点でもうその音が一個変わっただけで意味が変わってるわけよね。でこれがもうだからみんなこうそんなスローモーションでやるんですかって言われるけど、いやもうその喋れちゃってるけどそこ意味だいぶ違くねみたいな感じになるのね。でそれをこう紐解くとすごくスローモーションな世界でね、スローモーションな世界をやってみるわけよ。だからパントマイムなんかもめちゃくちゃいいと思うんだよね。パントマイマーというか、ああいうさ大道芸とかみたいな方にプロになる方たちとか、あとマジシャンの方とかねっていうのも、私たちは単純にこう見るだけだったら全然それでいいんだけど、それをこう練習してみるみたいなことをするとまあ紐解くわけじゃんね。だってジャグリングとかだって最初からさすごいできる人いるかもしれないけど、あいけないとか言いながらやるわけでしょ。だからさ歌の練習もさできるところから始めるのはまあ皆さんおやりになるでしょう。またカラオケなんかで歌うのもやるでしょう。メロディーを覚えたり歌詞を書いたりして歌うことはやってらっしゃるでしょう。だからこそ今その家の中にいて本当にノートと紙1個と携帯1個あればできる作業なんで、これをぜひともやってもらいたい。で、まあ、ゼアザヒーロー全然進まないけど、ね、ゼアザヒーローっていうこの単純にゼアザヒーローっていう、まして今私最後ビブラートで They are the hero ってちょっとビブラート入ったんだけど、そしたら今度は They are the hero って今度なってくると、発音の母音の意味 They are the hero ってなってくると、今度発音の母音のあいうえをで割っていくと、ゼっていうのの最初のっていうところは日本語にないんだけど、ゼーはえって音が残るよね。だからゼーっていうところが腹筋をまあ使うわけよ。で今度はでーって音があに変化していく。
しかも R there みたいな感じ。そしたらでからえから R の R っていくためにでからえまで行くまでの間どうやってるか。で今度ザに行くとこがどうなってるか。ザザ今度はザーって言ったその最後がアーって残った音がヒに行くのよ。そうそうでーだーヒーって行くとここでちょっとや皆さんもやってみると分かると思うんですけどね。でーだーヒーって歌っていただくとヒってやりにくいのよ。あれってなるからでーだーヒーヒってなるのよ。でなぜかっていうとイっていう発音が小さい音だからなのよ。とでーだーヒーでやだへいいいがないさ音だったらへーとかになったらえとかになるけどさでやだひーってなるとひーひーってここで二度押しみたいな感じになってるのでやだひーって二回目またいい出てくるのよ。ひーひーここもしかも音高さが変わってひーってやったと次いい降りた時の今度ローって今度音がローになるわけよ。そうひーローって発音のサイズ違うじゃん。もうデアザヒーローだけでこんだけ説明できるからね。でただこんだけ説明されてもなんか何を言ってるのかってなったらそれまでだからぜひとも今日は本当こう一回止めてもらって書き出してもらってデアザ今だからこうもう高さ的にはさタンタタタタもうこれしかやってないからタンタタタタのところに反対かタンタタタタタンタタタタデアザヒーローって書いて一緒に歌ってみましょう。There the hero。 はい、どうぞやりながら。There the hero。 ね、だからさあのさいつもさ適当に歌ってるけどさそうでしょ今ね自分で説明つくでしょ。やってみやってみなんなん説明してみそうでしょ、はい、でーって言ったけど、うんそうだよね、しかもそれローって伸ばして伸ばしてどうだった伸ばした後伸ばした後、うん、落ちやすい。そうそうだけどでヒーローってやったじゃん。でそれ伸ばしていこうとしてみてじゃあおーローって伸ばしてみてよ。ヒーロー。そうそう。しかもローって言ってるけど今さそのさローって言っててそのおの場所はどこら辺にあるの。そう、そこを見てよ。ちょ どこに王があるの。どこに王、うん、王探してよ。王探せ王探せ、うん、ヒーロー結構私の中下にある。下の方だよね。で、あと王はあの重たいから下なんだけど今ローって言いました。ここローって言ったら王どこにあるのかって言ったら最後の方。最後の方まあまあだからその位置をどこにするかなのよ。でヒーローってやることもできるしヒーローってやることもできるしヒーローってやることもできるのよ。もしくはヒーローってやることもできるのよ。おーってでやってみると分かるけど最初にじゃあヒーローって持ってきた音ヒーローそれロからオまでになる時間よ。ヒーローいや、お前の時間見てない見てない。ヒーロー。ね。せーの。ヒーロー。ここどこに用があるか。ああ、はい。ヒーロー。なんか音が滞在してる場所って体感とつなげなきゃなんないけど、はい、あるでしょ。はい、ありますね。ヒーロー。だから頭にさ、持ってくる。で、ヒーローローって持ってきた一発目がオーなのね。あロって言った後にすぐがローなんだからローって言ってダーンってこうやってボビブラートかけてるのね。ヒーローってやることもあるのよ。でこれが横隔膜でこう蹴るみたいなことをコントロールしててでデアダヒーローって歌っちゃうとどこでそれやってるのか分かってないのよみんな。でこれ今「お」がちょっと分かりやすいから今「お」の話してるけど「There the hero」「お」が重たいからね。そしたら「で」もう今度「で」から「え」になるとこはどこら辺なんだろう。また「え」っていう発音はどの辺がどんなふうになってるだろう。
とか、でそしたらでからあーって持っていくとでって勝手に伸びるから、でー今度もかラーっていくとあっていう発音は早くなんないのよ。だからバーンって広げるから、だからでーだーひー、これは短くなっちゃうの、いい短くなる、ひー伸ばさないと、ひーと今度また短いし、こっちの音の方が短いんだけど、ロー、とオーにたどり着くまで結構うろうろするのよ。わかる。だから They're the hero って歌ったら相当コントロールしてるの実は。 They're the hero とかってやったらまたこれは拳になるし、でそれがあのフェイクとかの時にどういうふうに動いてるかで、まあ、いつも言ってるんだけどなかなかやってて気づいてないわってなるともう一回、もう一回どうぞそうでね、これやってないのよ、これ真面目にねやってみ、これ絶対上手くなるから。すいませんでしたそれが単純にさ、そういうの出てきた The other hero って歌っててさ、あなんか上手いなとか例えば聞いてるんじゃん。そしたらみんな分かってんのよ、その並びが丁寧だなって。で、あのトランプとかさ、あのマジックとかでやる切るときさ、プルッってやるじゃん、あのお札はプルッって数えるじゃん。あれってさ、数通りの音通りの音で体感にタララって入ってくるからすごいスッキリするわけよ。みたいな感じで歌が上手な人の歌ってその音が自分のこう、ね、心のひだに入ってくるよみたいな感じで、演歌とかだとそのちょっと拳とかね、うなりとかいろいろ出てくるから分かりやすいんですけど、まあ欧米の音楽とかもそうよ、みんなその細かいところがどんだけ入ってるか でそのだからなんかギクシャクして面白いっていう時もあるんだけど、今デアダヒーローがどういう風に配列されてる か果物屋さんで箱に詰める時に綺麗に入ってってぐっちゃぐちゃに入ってたらさ、あぐっちゃぐちゃだなって、ぐちゃぐちゃの場面を見たいんであればそれはあれなんだけど、あの例えばすっごいダミダミの声の人だったとしても、あの歌って それがどう綺麗にっていうか、ま、うまいこと並んでる、だ絵画を見るようなものなのね。あの絵見た時にやっぱりさ、わってくるものってさ、何かあるじゃん。だけど目で見えるから、それはただ歌は目では見えないんだけど、見るっていう感覚、あのお医者さんが体を見るとか、まあ、味を見るとかもそうだけど、その見るっていう感覚のところでこう並んでるを把握するわけよ。そうするとこれがどういうふうになってるかっていうことで、何ですってみたいな、私こんな考え方だったかしらみたいなことが出てくるわけよ。そうすると皆さんが考える考え方の中にこの配列が結構ぐっちゃぐっちゃになってて、もうあ、まあ、それはいいそれはいいってなって整理ついてないことがすごくあるんで、今この「They are the hero」だけをやっただけにもかかわらず、この何なら「タタタタタ1秒半」みたいな感じじゃない、その中の配列さえ分かれば結構腑に落ちるん でだから今本当に何言ってんのってこう聞き流したり、もう一回止めて巻き戻していただいて、もう一回最初から聞くとまた長々と私の話が聞けるので、聞いてって「They are the hero」だけよ。これだけやってよ、もう一回それで、ね、今ね、音違うん、それ They are the hero They are the hero They are the hero そうそれをやってないって言ってんの、ね、だから、それだからね、本当これ皆さんね、もうあの止めてもらって、もう何でもいいんで、もう書き出してみて、自分の分かるやつ構わないんで。で「ゼア・ザ・ヒーロー」が分かんなかったら「うんと、あ私ヒーローでもいいし お前ヒーローでもいいんで、日本語でもいいし、なんか違う中国語でも韓国語でも何語でも構わないんで、自分の母国の言葉でも構いませんので、このふわりの中に言葉を入れた時にその音立てがいくつ入ってるのかってことよね。で今もそうだけど「They're the hero They're the hero」どこでどうやってるか分かるでしょ、この聞いてくると。そうするとなんだか分かんなくて、うまいと思っていいねとか押してるね、動画、あこの人うまいね、この人いいねってやってるかもしれないけど、それが分析できるようになるのよ。そうすると韓流の方とかね、そういう韓国の方、すごい歌上手な方すごく多いんですけど、それでねやっぱり音立ての問題で、韓国語もすごい腹式呼吸な
の言葉なのね。あと音立てもはっきりしてるし、日本語って結構ここがはっきりしてないんで、ぜひともその日本語は日本語の良さもちろんすごいいろいろあるんだけど、この音立てがはっきりしてないから結構まどろっこしい言語なのよ。だから私はあなたのことが嫌いではなさそうですみたいな、なんかどっちなんかいや好きではないのよねとかで、で嫌いって言えやみたいな、なんか感じがこうはっきりしてないので、はっきりしてない良さっていうのももちろんあるんだけど、ここはっきりしていく音立て言語の理由はいろんな理由があるんで、あのどの言葉もいい素晴らしい言葉なんだけど、その言葉の種類によって伝える内容が変わったりするっていうじゃない。それは本当にそういうことで、あの日本語っていうのはあのちょっとその辺が曖昧で、あと、まあ、多言語を多く持たないっていう、まあ、今の子たちはね あのあれだと思うんだけど、で逆にだからそのまま即で返せる、聞いたまんま返す、聞いたまま言う、聞いたまま言う、でこれができるのはオウムが得意で、なんかさ喋ったりする時とかでもさ、気持ちをなんかただただ読めっていうのだってあれだけど、なんかどう思うって言われた時にさ、でなんとかってすぐ言えなかったりするじゃない。であの思った通り言ったらこの人にはどう取られるかしらとか、あこう言ったらまずいなって多分普段考えて暮らしてると思うのよ。だからそこでストッパーかかってたりとか、あと素直じゃない考えの人とか、なんか卑屈に物を捉え、なんか言ってんのにそんなこと言ってないよってことが返ってくるみたいなこととかさ、それで変換されちゃうわけ、その内容言われて、あと言われてることもどういう意味かって本当に知らないと、耳で聞こえてくるものが心っていうか、その捉えてるものだけがデフォルメされる。そうそう、自分に近い音で、あと嫌なものとかって言ってこうすごい制御してるの、いろんなことを私たちって。でこの制御が歌を歌う時邪魔になっちゃうのね。でこの制御外しちゃうとちょっとアホみたいになっちゃうんだけど制御を外さないとなんかそのストレートに音が出たり入ったりしないのよ。だから素直な性格とか、悲しい時悲しいという、楽しい時楽しいというみたいな感じの方が、直な方の方がそういうことが上手な方、 お芝居とかそういうのもそうなんだけど、なんだけどでもそうすると今度さ感情のコントロールが効かないみたいな人もいるのよ。でだけどもうベラボリ歌が素晴らしいみたいな人もいて、だからその平均的になんだっていうことはちょっと難しいんだけど、普段この制御してるところをゼアザヒーローのタイミングぐらいさ外したってさ大丈夫だからさ、やってみてほしいわけよ。であと書き出す作業、あの発音とかアウトプットして発音するっていう作業は書き出す作業にすごい似てます。あのテストの勉強字書いた方が覚えるよってなるじゃん。今の子たちはでもなんか打って覚えるのかな、ね、であの紙に書いた時タタ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 タみたいなさ、あのテストの時にさタタタタタタタって聞こえるじゃん。これがなんかその、 あのペンのペンが引力を、このこれを押す感覚だ、ピアノなんかもそうよね、弾いた時弾いた分だけ指がさそれを感じるじゃない、みたいな感じで歌ってる時にこの指が感じてるみたいなことを感じてるわけ、横隔膜でね、あのちょっと敏感に聞こえるかもしれないけど、まあ、いろんなこと三半規管とかもあるんだけど、三規管と、まあまあ、全部通してやってるんだけど、それで「There the hero There the hero There the hero」ビブラートとかいろいろ違うことやってるのね。で今度伴奏が入るじゃん。そうすると「There the hero」ってやるわけよ。そうすると There the Hero だけなんだけど、こんだけ楽しめますので、じゃあ最後にみほちゃんもやってみましょう。 There the Hero 今ね結構いろいろ心配したからもう一回ね、はい、There the Hero 時に、まあでもだからいいんですね、タン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 と、これがタン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 ターンってこっちに傾きやすいやつで今降りたのよ。タンタタンタッタン、だからタンタタン、ここにさ乗るときに今美穂は、タンタタンタッ、ね、ここに乗っちゃった、ターン、だからキープできなかったの、この最後の音。だからタンタタンタッタか、タンタタンタ、こう乗っちゃったらこう返すとか、黄色って返すとかっていうふうに、そこでもう変えるわけよ。で、で、で、ひーんとで、走ってこうやって階段を変えるときに、今変えないので階段を移動しちゃったのね。で、階段を作るからさ、ここはまあちょっとややこしいんだけど、もう一回やってみ。もう一回、せーの。せーの。今さ、ちょっとこっち傾けたじゃん。そしたら、上がったでしょ、はい、でそれっていうのはだから傾いたところに行っちゃってか、傾かないようにしないとっていうコントロールもしてて、まあ、こんな
今日はどんな風に見るか分かんないんだけど、こういう風にその私たちが思ってる三半規管とかこういうのが結構影響があるんで、ぜひとも今日はゼアザヒーローだけをやってみる、皆さんもやってみてください。歌歌うことって難しそうなことに思うかもしれませんけど、こういうことの連続なので、こういうことがそう分かってくるととても楽しくなりますし、まず自分の人生とかそういうものも変わっていけるんではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いなと思ったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。知恵ズボイスレッスンでした。また見てねー。